野球したいですね。そうですよね。はい。はい、試合出たいですね。その上でどんなプレーしたいですか。うん。いやでもホームランは1本は打つ。ああ、そうですね。はい、だいぶフェンスも低くなって。はい、近くなったんで。はい。ですよ。熊谷ぐらいですね。熊谷より小さいんですか。小さく感じたわ。マジですか。チャンス。チャンス？チャンス。でもどっちかっていうとあれ左バッターの方が入りそうじゃないですか。まあ、どっちかで言ったら僕の方がチャンスです。チャンスですよね。マジ？来たな急に。チャンスですよ本当に。でも今川選手は本当チームで一番先に打ちたいと思うと、はい、もう絶対誰にも負けないくらいの速さで開幕戦でホームラン打って歴史に名を刻みます。歴史に名を刻んでくれます。ライバルかなっていうところまで。氷ですかね。僕？いやまあまあ氷もそうですし、まあ、万波だったり清宮だったり野村も、まあ、いっぱいいるんですけど、そのでも権利はみんなありますよね。そうそう。名を刻む。そう。誰が名を刻むのか楽しみですね。うん、ということで今日はあの。